今導入店舗数が200店舗から250店舗。本当に対象を決めたきっかけが LINE の API でしたね。はい、皆さんこんにちは。LINE の立場です。本日はヒットメーカーに聞く第4弾をお届けしたいと思います。ゲストは合同会社オブリビオンの佐藤秀樹さんです。よろしくお願いします。オブリビオンの佐藤です。お願いします。はい、じゃあ本日ご紹介いただくサービスについてお聞きしたいんですが、どのようなサービスになるでしょうか。LINE かけるモバイルオーダー、L テイクアウトオーダー、どちらの紹介をできればなと思います。で、L テイクアウトオーダーについてなんですけど、飲食店の、あらゆる予約っていうところを、店舗の飲食店の LINE 公式アカウント上で全て実現できるっていうような、予約システムの形っていうところを提供しております。で、ちょうど1年前の4月にリリースしたばかりなんですけど、今、導入店舗数が200店舗から250店舗の飲食店に対応していただいてまして、あと飲食店様以外では自治体様であったり、あとサッカーの、J リーグのチームの松本山雅っていうチームだったり、あと飲食チェーン店等にも使っていただいているシステムになります。で、どういうことができるかって言いますと、大きく分けて4つ、モバイルオーダー、来店予約、順番待ち、求人募集といったようなことが可能になります。まずこちらのリッチメニューから、予約メニューを開くっていうところを選択すると、商品一覧が出てきまして、で、この商品から自分の好きな商品を選んでいく形になります。で、ラーメンであればスープ味を選んだり、あと追加トッピングを選ぶことで、プラス何百円っていうことも可能になってます。で、注文完了しましたらカート画面に行くので、受け取り方法を選ぶ形になってまして、で、次に支払い方法。で、テイクアウトであれば、いつ自分が受け取りに行くかっていうところを、ご自身で選択するような形になってます。で、注文完了しましたら、自動的に LINE の画面に戻って、注文完了しましたっていうメッセージが、送られてくるような形になりますね。これちょっとリッチメニューがかなり良いデザインなんですけど、なんかリッチメニューのデザインとかも佐藤さんの方でされてるところもあるんですか？そうですね。僕自身がデザインしてますね。候補が3つぐらいあれば、その3つの中のどれかを選択して保存っていうふうにすると、もう LINE 公式アカウントにリッチメニューが変わっているような感じですね。リッチメニュー API 使ってるんですか？あ、そうです、そうです。と、誰かから注文が入った後、どういうようなフローになるんですか？お店側としては。お店側からしましたら、こちらですね。一応、オペレーションの概要としましては、一旦注文通知を受信して、で、店舗側の管理画面がありますので、そちらで注文を確認されて、で、一応、ステータスっていうところが用意してまして、未準備と準備完了、受け取り完了っていうステータスがあるので、こちらはオペレーションごとにステータスを切り替えていただくっていうような形になりますね。これでしたら、足低い方でも簡単に使えそうですよね。そうですね。受け渡しについては、お客様側の注文完了メッセージがあったと思うんですけど、そちらに注文番号が書かれてますので、こちらを受け取りの際に見せていただくか、言っていただいて、で、それを注文画面と照らし合わせて、どの商品か確認して、受け渡ししていただくような形になりますね。わかりました。ありがとうございます。ちょっと最新のバージョンでは、デリバリーっていうものも追加されてまして、こちらは配達員を店舗で抱えていらっしゃる店舗様で使っていただくような形にはなるんですけど、こちらを指定していただくと、自分の住所を入力するところが下のところで出てきますので、デリバリーの注文も可能という形になりますね。佐藤さんは早かったですよね、テイクアウト出すのが。そうですね。すごい、運も良くてですね。ちょっと開発した背景にもなるんですけど、もともと知り合いのテイクアウト専門店のちょっと知り合いがいまして、その方が、事前注文をすごい電話で結構受けてらっしゃったんですよね。ただその電話注文だと、やっぱり注文間違いが起きたり、手動ですごいめんどくさいっていうことだったので、その
店だけのために作ったサービスではあったんですけど、結構飲食店様って LINE 公式アカウントされているところがすごい多かったので、なので、それに、アドオン機能というか、プラスで飲食店特化の機能を入れませんかっていう触れ込みで結構受け入れてくれるところは多かったですね。なるほど。まあ、もうすでに使っていて、もうインターフェースは一緒ですもんね。裏側が、あ、そうですね。パンツバーなのかシステムかだけの違いで。はい。まあ、そしたらメリットも伝わりやすいですよね。そうですね。なので、今まで LINE クーポンしか使っていなかったけど、友達追加数はすごいいて、このお客様をうまく注文につなげたいってお客様は結構いらっしゃったので、そういう飲食店様はすごい合っているサービスなのかなとは思いますね。導入の際は、これは、全部こうリモートで導入というか、使い始めることできるんですよね。そうですね。特に、ズームが必要であれば、画面共有とかでさせていただいてるんですけど、もう本当に、導入の流れとして、今、目安として24時間以内っていうふうに書かせていただいていて、もう本当に LINE 公式アカウントがあれば、連携作業をして、で、商品登録とか、営業時間設定等は管理画面で、お客様自身でできるので、なので、それを並行して知っていただければ、本当にすぐに始めれるっていう形ですね。24時間ってこれもめちゃくちゃ短いですよね。なんかもう、下手したら2ヶ月とか、そういうのもたくさんあると思うんあで。りますね。はい。あ、で、無料期間もあるんですね。そうで、1ヶ月無料なので、その間に管理画面の扱い方とか、店舗に合うそうかどうかで見ていただいてっていう感じですね。すね。で、料金って決まってるものがあったりしますか？そうですね。1店舗で使っていただくものであれば、こちらですね。もう完全にどの機能を使っていただいても同じ料金になってまして、初期費用が無料で、で、月額費用が9800円なんですけど、1ヶ月無料期間があって、そこから発生するっていう形なので、なので特に解約金だったり、最低6ヶ月契約してくださいよみたいな縛りは全くないので、期間みたいなものはないっていうことですよね。そうですね。なので完全に1ヶ月は無料で使っていただくような形ですね。で、上にある4つの機能はもう全部追加料金なしで使えるってことですよね。そうですね。10店舗以上であれば、初期費用が50万円かける利用機能数っていうふうにしてまして、この4つの中から選んでいただくような形ですね。なので、1つであれば50万かける1、50万円。で、月額費用が2000円かける1かける利用店舗数っていう形ですね。なるほど。さっき売り方というか営業のことちょっと触れさせていただいたんですけど、どういうようなことされてますか？お客さんをこう、接点を作って、お客さんを増やしていくのに。そうですね。こちらからそこまでプッシュの営業っていうのは、本当に小さい会社などでできていなくてですね。本当に、PR タイムズさんとかでプレスリリースをもう月1、毎月発行したりとか、飲食店向けのメディアに出向したりっていう形で、で、それを見ていただいた飲食店様にお問い合わせいただくっていうケースが、本当に9割ぐらいですね。PR タイムズさんだったり、あとそれに派生して取り上げていただいた、LINE ニュースっていうところでも取り上げていただいたりしたんですけど、よく思うのが、プレスリリースって、効果あるっていろんなとこ、会社さんからお聞きするんですけど、プレスリリースを飲食店さん見ないですよね。そうですね。なので、Facebook の飲食店のグループっていうのが結構あるんですよね。その店舗の運営者さんが集まっているグループみたいなことですか？そうですね。結構その飲食店経営されてる方って、Facebook を結構 SNS で使っている方が個人的な感想ですけど多多いくですね。て、確かに確かもちろん Twitter とかでもあるんですけど、コミュニティとして使っているのは主に Facebook、グループっていう形で作ってらっしゃって、で、結構地方ごとにグループがあったりするんですよね。
大阪の、あのテイクアウトやってる飲食店みたいな形があるので、まあ、そこに入っていってあのプレスリリースを見ていただいてっていう形がありますね。なるほどなるほど。佐藤さんはもうずっと大阪拠点だとさっきお聞きしたんですけど、はい、関西が多いですね。店舗ありますか？あ、使っていただいている店舗様ですかね。はい、本当にバラバラですね。ああ、そうなんですね。地方が多いっていうふうにちょっと説明したんですけど、うんまあ、東北地方、四国地方、九州地方、すごいばらけているので、うん、この地方に強いっていうのは逆にないですね。はい、まあ、サポートとかが多分そんなに発生しないんですよね。あ、そうですね。直接行って、直接行ってなんか設定するっていうところも、まあ、このシステムでも、うん、あのそこまで必要ではないので、うん、なんか昔で言うと、いやなんかこういうの使い始めるにはまず一回こう説明しに来てもらわないとみたいなも多かったと思うんですけど、もう今はそういうのはもうないね。そうですね。飲食店様は結構そういうあの考えの方が多いんですけど、フレキシブルに対応していただいてるっていうのもあって、あのズームでお話聞いていただいたりっていうこともあるので。なかなかあの小さい会社で大阪なので、うん、すごい全国飛び回るっていうところもやっぱり大変だったりするので。そうですよね。API 的にはメッセージング API と Diff を使って構築されている。やっぱり Diff の方があの表現の幅みたいなのが広がりますか？そうですね、やっぱり商品数が多ければやっぱり使い慣れた縦スクロールで探した方が良かったり、まあ、その並び替えとかっていうのもあったりするので、こちらを使っていただく方がいいのと、うん、まあ、あと開発的にもリフの方がありがたいなっていうのがあって、あの結構支払い方法を選択したり受け取る方法を選択したりっていう画面があったと思うんですけど、はいはい、そこをチャットで一つ一つ選択するってなったら、まあ、お客様からしても結構なんか毎回チャットが出てきてっていうのだと逆に利便性が下がってしまうっていうのはあるなと思っていて。そうですね。はい。はい。今、メッセージだったりしますか？はい。メッセージング API の中でも、まあ、ほとんどの、 あの API の種類っていうところは使わせていただいているんですけど、うん、特にクイックリプライと、あの、まあ、センダー、まあ、アイコンの、はいはいはい、アイコンを変えたり、表示名を変えたり。あ、そうなんですね。これはすごい個人的に、あの、好き。アイコン変わるやつ、ね、あと名前。そうですね。はいはいはい。はい。どこで使う？今どこで使う？センダーについてはですね、まあ、LINE のボットモードであれば、LINE のチャット、あの、管理画面からチャット機能は使えないと思うんですけど、うんうん、あの、LTテイクアウトの店舗の管理画面で同じような、あの、一対一トークの画面っていうのを作ってまして、うんうんうん、一応そこから個別に返信とかができるようにはなってるんですよね。例えば、あの10店舗あって、その10店舗の中の A 店舗が返信したってちょっと分かりづらかったりするので、うん、なので A 店舗が返信すると、そのアカウント名が何々店舗で A 店舗の画面、画像になってあの返信されるので、なのでお客様側からすると、まあ、店舗のメインのアカウントと話してるんですけど、A 店舗と話してるような感じになるので、うん、なんかすごい、もう密にコミュニケーション感が増すというか、はい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 、なんかそういう機能かなとは思って、ね、いいですよね。そうですね、すごいあの、うん、個人的に好きで使わせてもらってますね。あ、ありがとうございます。起業されたいっていうのはどのあたりから思ってらっしゃるんですか？まあなんか一人でというか、なんか自分がしたいことをそのまま自分で実現できるっていうことは本当に大学時代からすごい好きなので、なんか学生団体自分で作ってみたりとか、サークル作ってみたりっていうことはしてたので、なんか漠然としたいっていうことはあったんですけど、本当に退社を決めたきっかけが LINE の API でしたね。ああ、そうですね。なかなかそのアプリを作ったりとか、ウェブサービスを作ったりで起業したいとかはなんか思いついていたんですけど、なかなかアイデアが出たとしても、なんか検索したらすでにあるみたいなことだったので、ただ LINE で何かするっていうところって、なんか調べても全然他でやってる人が少なかったので、なんかこれならいけそうだなと思って、なんかそれに後押しされてやりましたね。ああ、そうなんですね。そう言っていただけると、なんかすごく我々としても出した甲斐があったなと思いますね。合同会社オブリビオンさんの方では、受託とかもされてるんですか？
そうですね。一応パッケージシステムの会社ではあるんですけど、まだ実績はなかったりするんですけど、まあ、こういう問題があって、これを LINE で解決したいっていうところがあれば、まあ、カスタマイズというか、自宅で開発も可能なので、それはあれですか、フォームかなんかがありますか？メールで問い合わせみたいな感じですか？一応、オブリビアの、ホームページの方に問い合わせフォームがあるので、あ、はい、わかりまそしちた。らからいただければと思います。なんか佐藤さん的になんかこういうのをやってみたいとか、こういうのが自社の強みだみたいなのだったりします？まあ、やってみたいところで言いますと、まあ、今の段階でもすごい、まあ、4つ、まあ、3つか。まあ、これが1つとすると、まあ、L テイクアウトだ、まあ、EC、L イベントっていう形で3つにはなるんですけど、まだまだ LINE かける〇〇っていうところのしたいことはめちゃくちゃあるんですけど、やっぱりなんか新しいものを作る方が個人的には好きで、結構すぐ飽きてしまうので、すぐ新しいものを作ってしまうんですけど、まあ一旦3つで落ち着いて、まあ顧客目線で作っていきたいなとは思ってますが、まあこれから結構アイデアとして増やしていきたいものはあったりしますね。ああ、なるほど。じゃあ、ある程度フレキシブルにご対応いただけるような感じですかそうでね。すね。はい。もちろんリソースとかあると思うんですが。はい。もちろんまおず待ちおしてお問いり合わます。せということで。はい。はい、わかりました。はい、じゃあ、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。